さあ、コジ君も走って偉いね。何が目標で走ってんすか？お酒です。お酒？あ、美味しいもんね、お酒がね。緑に囲まれて辛さが緩和されるのよ。ところが、太陽の下にさらされると辛さがひとしお。熱帯の国行くとね、太陽は悪魔の象徴なんだよね。綺麗ですね、やっぱりお水もね。みんな釣りしたり。見て、ここがね、結構マラソンもしくはジョギングする人にとっては辛いところなんですよね。距離的にはね、今9キロ目なんで、ちょうど半分太陽がもろかかるんで、ここ、あ、富士山だ。 GoPro をつけて走ってるんですよね。自分は撮れないんですけど、景色が撮れるという。12キロぐらい、あと5キロぐらいのところまで来てるんでしょうね、きっとね。あと後半少しスピードアップして撮ったりね。いいとこよね。なんで涼しいか知ってます？標高がまず 1000m あるっていうことと、富士山からの湧き水だよね。水がすごい冷たいんですよ。真夏になっても温度が上がらないんで、この水が天然のなんか冷房みたいな役割を果たしてるんでね。楽しかったです。なんか言うことないですか？久しぶりで気持ちよかったですけど、疲れますね、やっぱね。じゃあ、こんにちは、疲れ様です。こうですね、いい人多いですしね。ありがとうございました。ありがとうございました。気持ちいい。日本人大好きだもんね、温泉。溶岩石鹸すごいいいっすよ、これ。泡立ちが。何なんだろうね、これ。溶岩が入ってるのかね。これね、泡立ちいいんですよ。すごい綺麗になるんです。スベスベになるんです。なんで走るかっていうことなんだけど、だけど走るのは辛いけど、辛さの中になんか楽しみっていうか喜びがあるからね。皆さんご存知だと思うんですけど、その脳内ホルモンって、結構麻薬的なホルモンが走った後に出るらしくて、それが結構病みつきになってランナーズ入ってるんだけどね。そういうのもあって、正直気持ちよくて、それでまた走るみたいなね、そんな感じなんで、まあとにかく健康的な習慣として悪くないなと思ってます。これすごいいいよね。なんでこれ、何が入ってるんですか？溶岩、溶岩入ってる。ありがとうございます。今日はね、走ってるとこ撮っていただいて、ありがとう。一人じゃ長いのかな。じゃあ乾杯。ありがとうございます。スーパーね、これすごい美味しいですよ、ね、走ってね、ご褒美ですよね。これ、溶岩で焼くと、はい、遠赤外線なんで中までね、熱が通るんで、なんかオーブンみたいな効果あって。実はね、僕ね、この溶岩はですね、ここで買ってって家でたまにやるんだけど、焦げないんですよね。もちろん下に火が入ってるんだけど、ね、とても美味しいんですよ、これ。コジ君もこれ好きでしょ？はい、大好きです。ね、美味しいよね。どう？